うございます。すいません。おはようございます。すいません遅れちゃった。これはほんまにあのメイビーちゃんになっちゃうねんけど、聞いてほしいことがあって、あの寝坊してしまったんですね。まずでその理由が、あの何ですか、目覚ましをかけてたんです。あやみの使ってる目覚ましがごめんなさい。あやみのお家で使って目覚ましが、なんてやろ、なんかこの何時何分にアラーム鳴らすじゃなくて、あの家のなんだの赤と、いない、青と黄色のロゴの家具屋さんを合わせてアラームを鳴らすタイプなんですよ。多分これ伝わりにくいな。なんか例えば単身を6と5になったら50になるな、6と7の間に合わせたら、あの本来の時間そこに来るとこになったら時間、あのジリジリってある針で鳴る時間合わせタイプなんですね。分かってくれてありがとうございます。でも昨日それを設定して6と7の間にで、ちゃんとオンにしたんですよ。でも今日鳴らなくて、そう、あのなんか止めたんじゃなかったんですよ。止めてなくて、でなんか起きてバッて起きたら7時ちょっと過ぎてて、ほんでえ目覚ましは部屋に置いてないんですよ。びっくりしちゃった。でもあみちゃんが学校に間に合えばいい、学校に間に合えばいいの。ありがとうございます。ごめんなさいね。あみちゃん仕事言うのね。逆によく起きね。明日はそしては時間ずれるはずやもんな。そしたら時間は合ってんねん。今日雨だね、今日雨だね。りさちゃんとのお出かけ楽しかったです。めっちゃ嬉しかった。今やってみる試しに。めっちゃうるさいかもしれん、ごめんね。こういうタイプなんですね。あのよくあるよく見るタイプ、可愛いでしょ。押さえとくわ、ここちゃんとね。たまにここに何かが当たってならないとかもあるんですけど、それもなくて、あオフにしてた。
なりますね。ちゃんとなるねんな。あ、なる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 。え、ならなくなった。あ、なるなるなる。え、なん一回ならなくなっちゃった。これはず、あの、なんていうの、離してんねんな。ベッドの、部屋でいう対角線におる、あのタンスの上に置いてて、あとここだがね、こうオフにしないと止まらないんですよこれ。でも、あの、見たらまだオンになってて、止めてなくて、猫が止めたとかじゃなくて、誰も止めてなかったんですね。え、マジ心霊現象すぎて怖って思って。昨日ショールームでリサさんのフィマイカットの話を出したのにお出かけすることになかった。そう、リサさん、リサさんの話題出てきたって思って。目覚ましテレビ、そう、目覚ましテレビタイプのやつ、あれ可愛いよな。電池変えた方がいいよな、もう一旦な。不思議、なんかマジでなんかさ、何、時間がずれてるわけじゃなかったからさ、なんか何だろうがオフになってなかったこと、これが止めるにはここをね、オンなんですけど、こうやって切るしかないんですよ。じゃないと切れなくて、電池入ってなかったもん、怖っ。これがオンになってたっていう、オンなのに止まってたっていう、これが機械に頼りすぎた人間の末路ですね。いった、8時にセット。ああ、8時だと、家を出てるので7時50分。むずいな、待って、7時50分むずいな。今絶対鳴るな、やったら。みたんがわざわざ言ってた。待って、そんな遠くまで、こんなとこまで来てくれたの。立てたけど起きてなかった。そういえばない、もうこれで起きないは普通にやばいし、さすがに眠り姫すぎね。よし、てか普通にもう大体やねん、なんか22分とかできへんくてむずい。でもおしゃれよねこれ、かわいい、かわいいのよ本当に。テレビなんだ。はい、おはよう、おはようございます、おはようございます。麦こめず止めてたら怖すぎ。麦止めないで、そうそうそう、止めとかないと夕方もなる。6時半に設定してたら朝の6時半と18時半にもなるから、この前夕方急になってびっくりした。 AKB さん29、あ、でめっちゃ早ない？あの AKB さんって早くて少ないよね。ちょっとあの、ね、めっちゃ早いね、びっくりした。あやみの最新の記憶、19期生さんどころか18期生さん入ったばっかの記憶やねんけど、まだ広がさきアラーム多い。え、そうかな。あやみのとママの
てくるの。今から赤え6時半の設定のやつのに、6時半にさ設定してるアラーム今オンにしても なってんけど、やばい。もう押さえてますね、こ音やばいな止めながらやってるから。晩ご飯の時間にセットしとくか。家出る前にその時間にセット、もう帰ってくる、うん、5時ぐらい、うん、ダメだ何時、5時ぐらいにセットしとくか。なんでちゃんとなるか。お、312日が経ちました。なんだかんだで毎ちゃんと毎朝続いてて偉いよありがとうございます。ではそろそろ終わりたいと思います。あ、寝られた、よいしょ。バイバイしちゃいます。今日は27日です。明日も庭丸会です。言えないです、庭丸会って言わんかった。えい、よし、7時からですね。うん、現に密に7時10分ぐらいですけど、はい、すいません。よし、そしたら誕生を読みます。13位テテレさん、ありがとうございます。12月のつるしさん、ありがとうございます。父はやぶささん、ありがとうございます。10位たつにんやんさん、ありがとうございます。9位ふろしきさん、ありがとうございます。8位なるさん、ありがとうございます。7位せいきさん、ありがとうございます。6位たかまささん、ありがとうございます。5位でこまちびとさん、ありがとうございます。4位よしさん、ありがとうございます。3位いくもみるさん、ありがとうございます。2位たからのさん、ありがとうございます。そして1位あかるちゃんさんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そしてもうにゃまる会議です。びっくり、早すぎに1ヶ月、5月マジぎゅう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 やったの予定では出していただきます。うん、猫か猫か狐か狐ちゃん、確かにナノハさんって言われたらめっちゃナノハさんに似てる。待って、目どうした、目ちょっと今これでもこれ消したら全部消えちゃうの。よいしょ、かわいいな、でもこのアバター。靴を描きまして、こっち側も靴を描きまして、はい、そしたら体をつなげます。狐の模様を描いて尻尾描きます。できました。
では、ありがとうございます。お目目があれですが、まあ雰囲気はそれですよね。あれ、1位の、はい、カルちゃんでした。カルちゃんさんでした。今日の1位はカルちゃんさんでした。ありがとうございます。1社目スクショか撮ってください。アップしないでね、この写真絶対に。あのプイッとアップしないでね。アップアップ、お目目がやばいから。お目目どうしたって感じになってたから。リサさんはごめん、昨日で3回目って言ってありました。嬉しい、ね、ではありがとうございました。明日の配信は、明日の配信も指示です。明日はニヤマル会議なので、あのお願いします。で、昨日ですね、にあのルームスのアクティビティの返信をしました。めっちゃ遅くなってごめんなさい、ほんまにごめんなさい。はい、でもあのアクティビティの返信したので、ぜひ、あ、読んでいただければお願いします。明日はもうみんな遅刻厳禁です。みんな、まあ、みもみんな、誰もが。ではありがとうございました。明日のニヤマル会議もよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバーイ。